コディ・ジェームズ・アッシーは、アメリカ合衆国、ミズリーリ州セントチャールズ軍セントチャールズ出身の、プロ野球選手、右ト左打、MLB のミネソタツインズ参加所属。メディアによっては、アッシー、アッシュ、アーシュと表記されることもある。2011年の MLB ドラフト4巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、6月13日に、契約、二類種に転向し、 参加の A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズでプロデビュー。68試合に出場して打率、192、日本塁が19打点を記録した。2012年からサンルイッシュに戻り、A 級クリアウォータースレッシャーズで62試合に出場。打率、349、日本塁が25打点、10盗塁と好成績を維持し、6月に、 AAQ レディングフィリーズに昇格。68試合に出場して打率。310本塁打、47打点、1盗塁と結果を残した。オフに教育リーグのアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2013年は、開幕をトリプル AQ リーハイバレー・アイアンピックスで迎え、104試合に出場。打率29、295。 15本塁打、六68打点、11盗塁の成績でトレード期限前の7月30日にメジャー初昇格を果たした。同日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。代打で出場するも凡退に終わった。8月8日のシカゴカブス戦で4回裏にエドアルド・サンチェスから初本塁打を放った。この年メジャーでは50試合に出場して打率。 235、5本類打、22打点、1盗塁を記録した。守備面も含めて、まずまずの実績を残したため、翌2014年シーズンの3類のレギュラーとして期待された。2014年は5月から6月にかけて一時故障で、戦線離脱したが、この期間を除いてはコンスタントに出番を与えられた。打率を、250台に乗せて、本類打も2桁に到達した。 また、前年に苦手としていた左投手に対しては、右投手よりも高い打率を記録した。守備面では、16失策、守備率、943と接種だった。全体としては、将来の三類のレギュラー候補であるマイケル・フランコのメジャー定着の可能性もあり、他のポジションへのコンバートの可能性もあった。2015年は、シーズン途中から左翼種のレギュラーに定着した。 最終的には129試合に出場して打率。245、自己サイトの12本類が39打点を記録した。2016年は71試合と出場機会が減少し、8月にはマイナー合格も経験。オフの12月2日に FA となった。2016年12月22日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、 2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年4月2日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。デトロイトタイガースとの開幕戦には6番指名打者で先発出場したものの19試合に出場して打率105、1本塁打、4打点と結果を残せず5月16日に40人枠を 外れる形で参加のトリプル A 級、シャーロットナイツへ配属された。レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2017年12月15日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2018年4月4日に後日発表選手、または金銭とのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍となり、参加のトリプル A 級、 スクラントンウィルクスバリレールライダースへ配属された。5月1日に自由契約となった。5月3日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、翌4日にンカのトリプル a 級ラスベガスフィフティィテワンズへ配属された。2019年2月6日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶが、開幕前に自由契約となる。4月15日に独立リーグである。 アトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約。5月3日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、5日に3加の AA 級ポートランドシードックスへ配属された。オフの11月4日に FA となった。2019年12月19日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。